それではただいまから市長記者会見を始めます。会見時間は45分間、終了時刻は11時過ぎぐらいを予定しております。皆様のご協力をお願いいたします。本日は広島市からの発表案件が1件ございます。発表案件は令和2年4月1日付広島市人事異動についてでございます。それでは市長お願いいたします。はい、それでは令和2年4月1日付の人事異動について説明いたします。令和2年度は世界に誇れる街の実現に向けた取り組みを、進化させることにしておりまして、この度の人事異動にあたりましては、組織全体の業務状況を勘案し、組織全体が十分機能するよう、また職員の職務遂行能力が十分に発揮されるよう、引き続き適材適所の人配置を行ったと考えております。その結果、局長級で12人、管理職で277人、全体では3371人の移動規模となりました。次に移動の主な内容であります。最初に管理職の配置による執行体制の充実強化であります。複数部局にまたがる政策課題等の解決に向けて、政策の企画立案に関わる調整をより円滑かつ迅速に行うために、企画調整部に政策調整担当部長を配置いたします。次に新中央市場の建設を推進するために、中央卸売市場に新市場建設担当部長を配置いたします。次にサッカースタジアムの建設に向けた推進体制を強化するため、都市整備局にスタジアム建設部長を配置いたします。また同部にスタジアム調整担当課長、スタジアム公務第一担当課長、スタジアム公務第二担当課長およびスタジアム整備担当課長を配置いたします。次に広島駅南口広場の再整備等を推進するため、都市交通部に広島駅南口整備担当部長を配置いたします。次に女性職員の登用についてであります。女性職員についても適材適所の配置を行った結果、局長級職員は6人、部長級職員は17人、課長級職員は63人で、管理職の合計数は86人となります。管理職に占める女性職員の割合は平成31年度と比べ 1.1 ポイント増の 13.6% となり、過去最高となりました。また将来の管理職候補となる課長補佐、係長級は7人増加いたしまして、管理職を含めた役付き職員の合計数は1006人で、役付き職員に占める女性職員の割合は 28.8% となり、これについても過去最高となりました。次に職員の長期派遣等についてであります。被災地の復興支援するとともに、本市における災害対応能力を強化するため、被災地への職員派遣を引き続き行います。具体的には、東日本大震災の被災地について宮城県石巻市をはじめ4市に対し、事務職の職員4人を派遣いたします。また広島県との人事交流については、平和推進、児童福祉、都市政策等の各分野で引き続き4人の人事交流を行います。また広島広域都市圏内の各地域の総合理解の促進や、県域内市長の職員の能力向上を図るため、東広島市をはじめ県内5市2町と計7人の人事交流を行います。以上が令和2年4月1日付広島人事異動の広島市人事異動の概要であります。以上です。それではただいまの発表に関して質問がございましたらお受けいたします。質問される方は社名とお名前を名乗ってからお願いいたします。中央新聞さん、中央新聞報道です。政策調整部署担当部長のことなんですけれども、はい、複数部局のまたの政策課題の関係について書いてあるんですが、はい、市長のイメージの中に、例えばこういう問題についてどういうものを調整するとか、そういうイメージみたいなのがあれば少し、はいはい、
役所の、事務すべてがですね、私のもとに置かれてます両副市長がありましてね、その副市長にこう二分割しております。でその二分割したもとでさらに、各局単位にこう仕事をしていただいてるんですね。そうした中で重要な政策課題というものはですね、やむすれば、一つの問題であっても両副市長に、関わってくる、あるいはその複数の部局にまたがるというふうな課題、政策課題ありましてね、それを解決するためにはどちらかの局を主管にしてどちらかが10とかですね、そういう工夫をしながら当該政策課題解決するのにはさまざま工夫をするということをやらざるを得ない、そうした中で例えばやり方としてテーマごとにね、新しい合同部局を作ってこうね、組織を設置してというふうにしてやるというやり方もあるんですけども、私自身はそれは、なるべく取らないで、むしろ人の何て言いますかね、トレーニングも兼ねてですね、複数部局の仕事を調整する、職員養成もねしながら問題解決をというふうな思いを持っておる中で、今回は、そういった課題の中でもとりわけ組織とかその業務の在り方そのものも、一定程度調整することで問題解消を図れるというふうな政策課題にぶち当たったときにですね、その政策の企画立案にかかる調整ですね、必ず複数部局の仕事のやり方を変える、あるいは組織の在り方も調整するというようなことをやった上での解決方策を出すことになりますけどもね、それをいわば部分最適じゃなくて全体最適、全体のことを見据えて考えるというふうな仕事をこうやってもらう、それをかつ円滑かつ迅速にやってもらうようにというミッションをかけてですね、やってもらう部署を作ると、そこに人を当てはめてですね、トレーニングするということも兼ねながら、まあ、その思いです。ある意味で匿名担当のね、部長を作ると違って、まあこの部長はある意味では両副市長、あるいは私も含めてね、私従えていろいろね企画調整やってもらうと、まあ、そんなイメージでおります。そうすると具体的に中央公園とかいろんなところが入ってくるようなですね、いろんな視点の街づくりがあったり、うん、これなんか一つ大きなテーマがなんかいくつかあるというよりも、具体的なテーマというよりももう全体で言いましょうか。まあ、例えばその今後地域共生社会というようなことを言ってますからね、いわゆる区役所の窓口のですね、いろんな受付に関わる業務なんかありますよね。そうすると出かけて行ってやってもらうとか、あるいはその窓口一箇所でね、なるべく受け付けてやっていくためにね、さまざまな仕事の受付をどうするかっていうのは、いわゆる対市民向けの話もありましょう。その他なんて言いますか、都市づくりとかね、そういった観点、活性化とかいうふうなことでですね、組織も組み替えてやらなきゃいかんというの課題当たるかどうかということまで見極めてね、個別具体の課題を与えて処理してもらうと、まあ、こんなイメージであります。具体的な内容はもしばらくみんなと調整してねやっていこうというふうに思ってますけど、はい、どうぞ。新庄さん、消費者の方ですね。関連なんですけれども、はい、先ほどおっしゃってた政策調整担当部長の役割について、はい、もう少し詳しく聞きたかったんですが、例えば本年度ないし、まあ、昨年度なんか具体的にこういう課題があったから、こういうポストがあると改善されるだろうなっていう何か具体例があったんじゃないかと思うんですけれども、それを言っていただけるとちょっと分かりやすくイメージできるかもしれないと思ってます。誰でっていうのは正直言ってなくてですね、先ほど市長が説明したように、どうしても行政の組織ですから、我々市長トップにいろんな局があるんですが、それがやっぱり縦割りになっている部分がありましてですね、
でも本来ですね、市民の方の立場に立って我々の行政サービスを考えたときは、いろんな局にまたがるものが多いんですね。それをちゃんと市民のニーズに応えて実現していこうと思った。そうするとよく我々の言葉で横串を刺すという言い方をやって、それを取り組んでるんですが、やっぱりそれを事務的にですね、さばいてくれるいわゆる人がいた方がやりやすいと、全て市長がやるわけにいきませんから、それを実行部隊として部長級のポストとして設けて横連携をうまく取っていただくようにやろうということで今回新設したものです。つまりそうしたあの人材を部長級に置くことで、その業務改善のスピードアップも図っていくっていう狙いもあるということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。他にご質問ございませんか。中国新聞の新山です。少し話変わるんですけれども、今回項目の中にスタジアム建設部長等の配置、それから豊島駅南口の担当部長の配置といって、うん、ところで町づくりに、はい、担当の部長とかですね、人員を手厚く配置しているように見えるんですが、はい、ここの狙いを教えていただきたいんですけれども、これはいわゆる実務が具体化、具現化するというプロセスというか過程に入ったということでありましてね、今までいわば全体像、基本方針を定め、全体の方向性を決めるという議論をしてまいりましたけれども、その具体的な、対応ですね、具体の処理をするという段階に入ったということでの所要の措置というふうに受け止めていただけると思います。はい、まあ、その具体の処理というのはスピード感を持っているのか、人を配置してどんどん仕事を進めていく、はい、まあ、これは職員が今までやっているいろんな実務経験を踏まえてですね、こういった仕事をやっていくときにはハードについてはこういった系統の仕事がいると、まあ、そのためにはその業務をこなすための業務量的なものを考え、かつその役割分担を考えたらこれくらいの、組織体制でですねやると、うまくいっただろうと、あるいはいくだろうというふうなことを具申してもらいまして、それを踏まえて人事の方で調整してこういった結果になったということでありました。はい、よろしいでしょうか。他にご質問ございませんでしょうか。はい、ごめんなさい、ね、ちょっとまた変わるんですけれども、はい、括弧2の女性職員の登用なんですけれども、はい、ちょっとごめんなさい、具体的な数字になっちゃうかもしれないですが、青年誌の比較って何かありますでしょうか。あ、どうじゃ。ありますので後ほど。あ、わかりました、はい、改めて女性職員を増やすことの意義を市長のお考えをお聞かせください。もともと今でもですね、新規の女性職員考えてみますとね、採用職のもほとんど半分になってるんですね。そしてそれがどんどんこれからの我が市の業務を担う人材として育っていくという、もうそういう過程に入っております。ただ今いる、管理職の職種はですね、まだまだ採用が少なかった頃の方々の中でですね、いわば自らの、まあ、いわゆる職務経験を重ねて、ね、仕事をやっていただけるという人材として今ここまで育ってきているわけですのでね、この人を育てるということを着実に若い層からやりながらですね、そして育てる方々の適材適所ということを見極めて、まあ、男も女も関係なくね、業務努力を見ながらやるということをやっていくのが一つ、それからよくあるのは女性の場合キャリアを、ね、積み上げていく中で、結婚などをするとですね、子育て期間などに時間を食われてですね、その間業務を携わることができないと、まあ、それが自分たちのですね、その組織内での評価にね、マイナスにつながると、だからっていうのは、心配をされる方もまだまだおるようでありますからね、そういったことを抜きに、これはこれでまた社会全体ね、人類全体の貢献ということで大事なことですから、それをやる能力もちゃんと温存しながらね、かつ組織の中で仕事をしていただけるという体制を作りながら、確実にやっぱ男も女もというね、その性に関係なく業務能力発揮できる方を適切に育てていく、着実に育てるということをやるのが一番のなってますかね、目標といいますか狙いだということで理解していただけるようです。他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。はい、質問がないようですので、
この件につきましては以上とさせていただきます。それでは、予定の時間がまだございますので、その他の質問がございましたらお受けいたします。質問はございますか。広島テレビさん、はい、広島テレビの松本と申します。オリンピックについてなんですけど、1年以内延期の方向で来年開催の方向でっていうのが昨日出ておりますけど、広島市の聖火リレーだったりですとか、いろいろなイベントを用意してたと思うんですけど、この延期が決まったことへの受け止めと、広島市への考えうる影響、どういうことが考えるかっていうのを教えていただきましょう。はい、昨日のね、動きで、オリンピック延期の決定ということはありましたけども、世界中がですね、このコロナウイルス対策、そのウイルスとの戦いを繰り広げているという状況下でので、いわば苦渋の決断だったんじゃないかなというふうな受け止めをしております。したがってこの延期ということを前提に考えていきますと、これまで日本でのオリンピック開催を前提に進めてきたいろんな準備、ありますね。我が市においてもそういった具体的な準備作業ありまして、具体的には聖火リレー、あるいは事前合宿も力を入れておりました。そしてこの世界中の人々が日本に来るということで、原爆平和展もですね、しっかりやろうというようなことをやってきておりました。そういった意味でですね、この延期決定を受けてどう取り扱うかということを関係者と早急に調整しなきゃいかんというふうに思ってます。予定通り開催ということは多分できないと思いますので、工夫がいると思います。それと同時にそういったことをやりながら、こういったことがですね、起こった原因、コロナウイルスの感染、これがね、一刻も早く収束するように必要な対応をしながら、かつまたこれによる経済活動の停滞とかっていうのがありますのでね、それをいかに早く収束した後ですね、回復できるようにするかという、そういったことを同時並行でね、考えていく、そういった重要な局面にあるんじゃないかなというふうに思っています。まだ延期の方針が決まって時間も経ってないから、もしかしたら決まってないかもしれないんですけど、今市長もおっしゃったように原爆展を、関東だったりとかで開催されるお考えがあったと思うんですけど、はい、ここに関しては、基本的に今年はもうやらなくて来年の方向に回すのかどうなのか、そこら辺は今のお考えいかがでしょうか。こちらはね、被爆75周年というですね、そちらの時間軸も考えて、かつオリンピック開催の東京と、ね、周辺の関連自治体にもお願いしてやってきたものがありましてね、オリンピック単独ではないんですね。ですから予定していただいてた関係自治体とよく協議をしたいと思います。そして私自身はこういった原爆平和展というものを今年だけじゃなくていろんな意味でね、8月3日というその平和記念式典を行うその日というものが前年にあるわけですからね、こういったことそのものをこれを契機にいろんな国内でもね、いろんなところでやっていただいてもいいしという思いがありますのでね、その辺の思いを伝えながら、主催は各自治体ですからね、お話をしていきたいというふうに思っています。他にご質問ございますか。中国新聞の明智です、はい。今原爆展の話もあったんですけれども、この、7月下旬に開催される、オリンピックが延期になったと、あった時にやっぱり世界から人が集まる8月6日の平和記念式典をどうするかというのは確実に大きな問題になると思うんですけども、それについては現状、例えば縮小であったとか、はい、何らかの対応を今お考えでしょうか。まさに今言われた通りなんで、もともとは75周年ということで国連事務総長ね、グテレスさんにも、来ていただくというようなことを考えていたところですけどもね、こういった事情が
いわゆる収束するかどうかがね、8月に向けてのね、状況もまだよく見えません。ですから、開催そのもの、これはぜひやらなければというふうな思いがありますけども、その開催の、なんて言いますかね、仕方と言いますかね、どういった規模で市民をね、集めるかとか、だから外国から来る方々も、ひょっとすると、この時点では、ファーストシナリオで行くと、まだまだお招きできないということもあろうかと思うんですね。そうすると、引き続き各国大使館の、ね、方々を中心に来ていただくようにすると、まあ、集まったとしても、あまり多くの方がね、一箇所に集まると、問題点の状況がまだ続くようであればね、排斥を考えるとか、まあ、そういった、どういった工夫、つまり式典の目的と参列者の安全確保をどう調和させるかということをね、ギリギリまで考えていくということをやろうというふうに思っています。まあ、8月までと考えると、まあ、状況がどう変わっていくかということが必要だとは思うんですが、一方でそのいろんな方の招待というのを考えると、実はそれほど多分時間がないというのが実だと思うんですが、例えばいつ頃目のに掲載の形態を具体的にこう考える、なんかこうリミットなのかはありますでしょうか。あと正確な、ね、シミュレーションやってないので、ちょっとなんと申せませんけども、いずれにしても関係者に8月6日をやるという予定でこういうことをやりますというご案内をしながらね、準備はしていただいておいて、逐次状況の変化に応じて、こういうふうにやりますということを、追加情報をお伝えしますのでね、よろしく対応ということをまず最初にやった上で、一月ベースで刻みながらね、検討状況を追加して修正していただく、まあ、そういう対応になるんじゃないかなというような思いなんですね。だからそのステージごとどうなるかもペン、その時の状況を加味して言わなきゃいけません。手続き的には今申し上げて最初にご案内しておいて、逐次改定しながら最終決定をいつ頃までにやるようにしていきますという情報もまたコロナウイルスの感染状況を見ながらお知らせると、こういう段取りにしたいと。まあ、その一旦案内を送った後でも、ある程度状況を見ながら変更していくのも含めて、ご案内するというのにした方がいいんじゃないかなと思っています。はい、そういう意味でいくと、もう少し直近でいくとですね、5月に聖火リレーとですね、あとバッハ会長が来られるという話があったかと思うんですが、これについてそのどうなるかという見通し、あとは市長の考えがあればお聞きしたいんですけれども、聖火リレーの方はもう、ね、中止というふうな話を聞いてますので、まあ、これに向けてね、いろいろ準備をしていただいている方々に本当に残念だと思うんですけどもね、やむ方ないというかと思いますね。まあ、実際広島の特徴は陸を走るという、ね、予定の他に川を、ね、渡るというようなこともね、でこの、原爆ドームの、ね、前もこう入れてで、聖火リレー、スタートの時にもね、バッハ会長来ていただいてということで、まあ、平和とオリンピックというのをね、非常に相性がいいからですね、いい意味で広島の心を発信するでこの機会ということで受け止めておったんですけども、多分延期ということになればそれを次の機会に持ち越すということでなくなると思います。ですからここに向けて準備をしていただいた皆さんにね、本当に申し訳ないと思うんですけども、こういう事態であるということをちょっとご了解いただいてね、延期後の次の機会にね、しっかりと思いをですね、発していただくようにしていただければというふうに思っています。はい、バッハ会長の訪問については何か個別で連絡があったりとか。いや、まだ現時点では来ておりません。わかりました。ありがとうございます。他にご質問はございませんか。あ、ホームテレビさん。私のホームテレビです。コロナで、休校となっている学校について、昨日文科省が学校再開の指針を発表したんですけれども、これについて広島市としての考えはありますでしょうか。はい、教育委員会の方で今、一生懸命やっていただいておりますけれども、文科省の、今、
言われた方針を踏まえましてね、新学年、きちっと開校して授業を開始するという方向で今調整しております。当然感染予防対策もねしっかりした上でということでありますし、いわば放課後児童のね受け入れ等についても新学期に入ればですね、原則として今まで通りの対応ということに戻していきたいと思いますけれども、ただ来る方々の人数調整などはね、多くの方がその集まってですねして身近でこう対話をするというようなことをね、避けるということを、そして密閉空間での皆さんが集うということ、密の、ね、状況を満たすようなことは必ず避けてくれという要請をですね加味した形でのね再開ということもやっていこうというふうに思っています。他にご質問はございませんか。NHK の川田と申します。私もう一度すみません、オリンピックが、延期になったことと、そしてその聖火リレーが中止になったことについて、改めて市長のご所感を改めて聞いてください。先ほど申し上げましたように、広島の心を発信する、というのは絶好のチャンスと捉えてですね、いろんな形で平和発信とスポーツの祭典とのコラボをですね、工夫できないかということで進めてきてた準備がですね、実を結ばないということ、当面ですね実を結ばないという状況になりましたので、このことについて非常に残念に思っております。しかしながら延期ということでありますので、次の機会に向けてですね、これまでやってきてた準備等々を重ねてきておられると思いますのでね、しっかりと、気を引き締めて、頑張っていただくというかね、非常に申し訳ないと思うんですけどもね、頑張っていただくということをお願いしたいなというふうに思います。すみません、それでちょっと話題が変わると、市長もその今月末からその NPT の、会議に、出席される予定だったと思うんですが、それが見送りになるということで、改めてその、苦渋のご決断されたことのご所感とですね、あと一方で今年は被爆75年という、節目でもありますけれども、中止というか NPT が中止になったとはいえ、なるかもしれないとはいえ、どのように今年を発信してくれるかということについて合わせてお願いします。このNPT の方もですね、まずもってその国連本部があるアメリカ自体がですね、国家非常事態を宣言いたしまして、ニューヨークにねいろんな国連関係者へのアプローチも難しくなっていると、そんな状況でありますし、日本国政府の方も、帝国への渡航をですね、やめるようにとか自粛するようにとかレベル2に引き上げると、そんな状況下でありますので、この、会議開催ということも難しいだろうと、延期に向けた調整が進んでいるということ、また確定というふうにはなってませんけれども、ほぼね延期に向けて動くんじゃないかというような状況がありますのでね、会議への出席ということ、つまり、代表団のね派遣中止ということを、決定、いたしました。NPT そのものは皆さんご存知のように非常に重要な会議、50周年の節目を迎える会議でありました。そんな中で保有国、非核保有国の、対立といいますかね、これが解消できないまま開かれたとしてもうまく会合ができないんではないかというのは、そういった恐れもある中でのこんな事態でありましたのでね、この際はむしろその会合までのね準備時間がね取れたというふうにポジティブに受け止めてですね、ぜひその開催までのこの期間に改めて、保有国、核保有国、非核保有国の間のですね、対話といいますかね、調整をしっかり進めるという期間に逆に当ててもらえたらなというような思いになっておるわけであります。そうした中でそれを考えたときに我が方とすれば、例えば平和首長会議、
長崎市と一緒になってですね、各国政府に向けてその平和首脳会議としての共同アピールをねしっかりするというふうなこともやればと思いますしね、それからもともと高校生なんかもね行っていただいてその場でアピールということも考えてましたけども、その場が与えられないということですので、なんか工夫してね高校生なんかもアピールするようにする、そして先ほど申し上げた関係者の対応を促して、ぜひとも被爆者の願い、広島の心を受け止めた上での NPT 体制の下での核軍縮をですね確実に進展させるような事態に向けての動きをね加速するための機会にできないかなというそういった思いになります。他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。では質問はないようですので、こちらで本日の記者会見は終了させていただきます。どうも。